様です。あっす、どうですか最近は。昨季は悔しかったですね。思ったより順位いけるかなと思ったんですけど、うんうんうん、9位だったんでギリギリのラインっていうのが、うん、自分的には腑に落ちなかったところかなっていうので。それは周りが強かったことなのか、それとも自分が不甲斐なかったっていうと半々ですね。意外とやるなみたいな、はいはいはい、数字的には自分なりにも去年と比較して伸びたんですけど、振り返ってみて横見た時に意外とみんなもっと来てたっていうのがあって、うんうんうん、悔しい結果に終わったな。家で枕濡らした、はい、ビタビタにお時間いただいたのが真面目な相談なんですけど、うん、直近その新しい体制になってパートナーの方々とかたくさん増えてきて、うん、僕今までは船崎さんの SEO とか井上さんの広告みたいに専門領域っていうよりかはどっちかというと全部まるってやりますみたいなジェネラリスト的な動きしてたんですけど、パートナーさんめちゃくちゃ増えてきたんで、みんな専門のスペシャリストの領域を持ってる中で戦っていくのはこれから自分の推しポイント作らないと厳しいんじゃないかなっていうのをひしひしと今感じてて、これ使えるかあるんですけど、具体的に問い合わせとか来るじゃないですか、うんうん、来た時にスペシャリストの領域持ってた方がバイネームで名前が上がって相談したいですっていうのが直近来てるなっていう印象があって、うんうんうん、その中で僕が自分で自分を見た時に何ができるのか、どういうことが支援できるのかみたいなのが伝わりづらいなっていう課題感を感じてるっていうところです。ジェネラリストとして訴求方法に悩んでますと。これはね難しいよね。自分の話で言うと分かりやすいのでそれから始めると、俺も割とジェネラリストタイプですと。ただもともとウェブ制作の会社を友人と一緒に起業してたみたいな話だったりとか、あるいは須徳さんチャンネルでウェブ制作の11の制作工程みたいな情報発信してたりとかで、っていうのも相まって制作からスタートみたいな話っていうのは問い合わせとしてはたくさんもらってたよねっていうのがちょっと違うところかな。クリニックの話とかももちろんしてて、クリニックかける制作で一旦岩野にお願いしてみようみたいな話もあったと思うから、俺で言う制作っていうのも打ち出すには色としてもちょっと分かりづらいなっていうのもあるわけでしょ。動き方としては岩野さんとずっと一緒に仕事させていただいてたんで、うん、近いような形で全部まるっとできますっていう動き方だったんですけど、うん、岩野さんもともと制作っていうバックボーンがあって、うん、そこから派生してるんですけど、うん、岩野さんでいう制作のところもない状態なんで、うん、より分かりづらいのかなっていうのが自分でも思っちゃうって感じです。もともとはサイバーのグループでアプリの広告営業とかリスティング広告だったりとかを売ってたみたいな。ほぼほぼアプリの広告だけでした、ね。いろいろ身につけていった工程だったりとかっていうのは全然開示してないよね。ジェネラリストになるまでの過程ってことですよね、うん、そこはまだ外向けに発信もしてないですし、自分の中でも出してないです、うんうんうん、まず2つあると思ってて、1つがジェネラリストの価値を浜口が身をもって実感してもらうっていう、そのための情報発信をする。ジェネラリストってこんな希少なんだねって思ってもらうと、多分全員が全員思ってもらえないと思うんですよ。刺さる人に刺さればいいっていうのがマーケティングの考え方なんで、それが一つと、二つ目がジェネラリストという中でも強みを言語化するっていうところじゃないですか、うん、よく言ってるのが20文字以内でこうこうこうですって言える何かを持つみたいなのって重要っていう話よくするけど、今で言うと何か言ってることある？正直今のところふわっと全部見えますよっていうような伝え方をしちゃってて、今さんおっしゃってるようなキーメッセージみたいなのはまだないですね、うん、それは何でやったっけ。仕事自体がありがたいことに今までご支援したクライアントさんからの紹介でまた次のお仕事をいただいてとかっていう形で仕事が回ってきたので、アウトバウンドでがっつり営業しに行ったりとかプレゼンしてお仕事いただくみたいな機会が少なかったのが自分としてもあったのかな。それ自体はいいことやね、はい、しかもご紹介の場合は一旦相談してみるといいよっていう、はい、おそらく最初に悩みを吐き出せる信頼関係をその人がつないでくれてるから、一旦商談してみたら価値を分かっていただけるっていうのが今の浜口の強みであり弱みみたいなところかな、はい、とにかく商談とか相談させていただく機会もらえると、うんうんうん、そこから僕もこういうことが課題かなみたいなの聞いて、この場合だったらこういう施策をやった方がいいんじゃないですかとか、うん、僕からも提案できるっていう感じです、ね、うん、そしたらまずは YouTube で発信するとか、一旦商談していただく場を作るっていうのが定量的なゴールになるみたいな。そのためにどういうコンテンツが必要かというと、今パッと思いついたので言うと、そもそもどういう相談をしたらどう打ち返してくれるのかっていうのを具体的に表出する場を作るっていうのは大事なんじゃないかなっていうのが一つあるよね。例えばできて3年目のクリニックでして、今こうこうこういう状況で売り上げはこんくらいなんですけど、今打ってる施策としてはこんなんで、ただここの施策は CPA がうんたらかんたらで、それでどうしよっかなって思ってるんですよねっていうのが普段受ける相談、それに対して浜口がどういうふうに返すのかみたいなのはシンプルに興味ある。
ね。それで、あ、うちもそんな感じの悩みあるから、うちの場合はどういうふうに答えてくれるんやろうみたいに思ってもらえると、指名でお問い合わせもいただけるんじゃないかなっていうのが一つ。確かに。ただそれって裏を返すと、できる人とできない人っているから、非常に大きな強みになるんじゃないかな。SEO の PV がうんたらかんたらでとかって、そもそも外にあんま行きたくない情報だったりするし、はい、事業の中の施策の変数になるからなかなか言えないっていうのが、それが強みじゃない、情報発信の場を作れるっていうの。フラッシュアイディアだけど、もし僕が転職したらみたいな転職っすね企業がもし浜口を採用するとしたら、どんぐらい採用単価ってかかるのかだったりとか、はい、年収どんぐらい払わないといけないのかとかCOO とかそんな感じのポジションを取るためにはどんくらいかかるのかとか、そもそも CO を取ったとしてその後にどういう懸念が生まれるのかみたいなのは一個思いますけどね。それも俺の実体験があって、いろんなところに役員でお誘いいただいたみたいなのがあったりする中で、はい、俺の仕事ぶりを知ってるか知ってないか、はい、知ってない人は恐る恐る言ってくるわけよ株式比率がこんくらいで年収ってどんくらい欲しいみたいな引き出そうとしてくるんだねだから向こう向こうで不安あるわけやん。自分の相場を知っとくのって大事なんじゃないかなって思って、はい、俺はたまたま近い人遠い人から来て、多分まだ実務で実力を見れてないというか、まだ不安がある人からするとこんぐらいだと雇ってくれるんだろうなみたいなのが見えたの、方法っつって思ったっていうのが、それは一個フラッシュアイデアとしてあったりするね。あとは業界の競合だったりとか、あるいはフリーランスだったりとか、個人事業のないしは一人法人みたいな、そういう人たちと比べた時に、そもそも浜口がどういう強みがあるのか、それさっき言った自分のバリューをどう言語化するかっていうところにつながるよね。それはシンプルに気になるな、自分でどう思ってるのか。大手のコンサル会社の人と比べて、なんで浜口に頼まないといけないのみたいな感じのは気になりますよね。今まで良くも悪くも紹介で回ってきたからこそ、うん、自分の強みとかを言語化して外に出して発信したりとか、うん、アピールしていくみたいなことやってこなかったんで、うん、改めてこのタイミングでそういうことができたらなっていうのと、いくつか挙げてもらった中で僕も感じたのが、相談したりとか接点持たせてもらえると、うん、やり取りの中でいいねって思ってもらえることはありがたいことに多くて、うん、今ご支援させていただくクライアントさんでも、相談できる壁打ち相手がそもそもいなかったとか、社内にまあウェブマーケティングの担当者とか見れる人がいないんで、まるっとご支援してもらえませんかみたいなのがすごく多くて、そういうポジショニングでもう少しジェネラリストとしてちゃんと強みを押し出していけると良いのかもなと思いました、うんうんうん、実際我々で言うと 3,4 年ぐらい一緒にやってて、ね、はい、継続率の面では申し分ないよね。この部分が欠けてるから、シンプルに新しく引き合いをいただくためにっていうのをフォーカスできるっていう、逆に言うとそこが強いところだから、一緒に情報発信していったらいいんじゃない。楽っつったらあれやけど、やることはシンプルよ、ね、あの手この手で一回浜口さんって人と商談してみたいなって思ってもらえる、そういうコンテンツをひたすら出していきましょうって感じじゃないですか。今までコンテンツ発信なんかストックさんのめっちゃいいプラットフォームがあるにもかかわらず、フォリアだったら YouTube とか広告 SEO とかホームページ制作とか分かりやすいソリューションで皆さんバーンって出してたんで、僕が出てもなって思いつつ、なんとなく後回しになっちゃってて、コンテンツに落とし込むみたいなのもできてなかったんで、これを機に頑張ってみようかなと。俺自身もジェネラリストの価値みたいなのは非常に重要だと思ってますというのが前提にあるから、はい、ぜひぜひ協力したいなって感じですね。スペシャリストばっかりだとどうしても打ち手の幅に制限が出てくることってあるから、はい、それはでもすごい感じてて、入り口から間違ってるクライアントさんって結構いるなって思ってるんですけど、当然スペシャリストで自分が得意な領域持ってたら、相談した時点で広告で受注しよう、ないしは広告の方に自然に寄っていくというか、提案よりかはフラットに事業会社さん側の目線に立って、これが一番いいですよって選別できるポジションにあるのかなと自分で思ってるので、そこを発信していきたいなと思います。じゃあそれをまた別途企画して、頑張ります。今期は何目指しますかここでコミットさせられるの難しいな。9位以上で俺そういう人に頼みたくないな。やば1位でお願いしますじゃあ目指して頑張りましょうか。ありがとうございます。